井戸端線目覚前グリーンです。ゆうさくです。かずやです。かしーです。かいじです。もえのです。10月のおすすめ新車選手権先に言いやがって。はい、ということで、はい、毎月ですね、グイニーズではおすすめの新車をみんなで作って、その中でテーマと対応基準に見合う新車を1と2決めて、はい、それが黒板に乗ると、はい、いう感じで毎回やらせてもらってますけれども、先月優勝したのが私です。私が優作を作りまして、見事優勝させていただきました。豊作 ね、チャンネル登録者が今日の時点で929。大台近いっすね。まあ、今日の歌詞の審査員の出来で増えるか減るか、はい、一旦皆さんチャンネル登録だけして、今回の審査員グダグダだったなって思ったら、はい、登録外してもらって大丈夫です。いや、ダメ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 。そんなこんなで毎回審査員がね、この月のおすすめのテーマ発表するんですけれども、今月のテーマお決まりですか？はい、今月のテーマはハロウィン楽しめる新車。おー、直球でしたね。10月いっぱい月間でやっぱ楽しめるようなハロウィンまで、おそらくね、多分お店でもイベントをやる予定なんで。そうですね、毎年ね。じゃあですね、そのテーマと合わせて、採用基準あるんですけれども、ゆうさくさんに。そうですね。あー、俺これ初めて言うわ。よし、次利益率が高いフレーバーを。はい、作りやすさ、はい、まだ浸透してないフレーバー使う、はい、でキャッチーな、タイトル、はい、はいはい、意気込みとか。私昨日でグーニーズに入って7ヶ月中途半端半年と1ヶ月で学んだことをちょっと生かして頑張っていこうかなと思って。やっぱこの節目、俺にとっては初優勝からちょうど1年、自分らしく頑張ります。2位になりたい。2位になりたい。めんどくさい作り方とか微妙なネーミングとかをつけてこの辺調整して。調整すか。そうです、全力で頑張ります。そう、今撮影、今9月でちょうど誕生日で43になりました。43、まだ43なんすね。まだね、42かと思って。日本語めちゃめちゃ日本語めちゃめちゃ確かにびっくりした。48だと思ってました。そういうのじゃないですか。そうですね。どれ使うんですか？なんでセンブリじゃん。デクラのとこにあれ、萌野さんももう決まったんだ。まだです。あ、まだ。どうですか皆さん、前髪ちょっとコメント欄で感想教えてください。自分でやったのすごくない？そう、自分で切ってみました。確かに。やってほしい人いたら言ってください。森地だ。はい、今回こちらで行かせていただきます。ちょっとね、今回はもうフィーリングで行きますよ。2種類どっちかっていうのがあって、はいはいはい、ちょっと悩み中です、はい、なるほど。お、萌えの漏れ始めましたね。はい、最近結構こう調子いい、気になるやつがちょっとひょこっといるんだけど。全然ひょこっとじゃないどう絡めてくるのか楽しみです。あー、持ってます。持ってます。やっぱさ、ハロウィンってコスプレとかするじゃん、はい、やっぱその中でも代表的なものというか、はい、その着眼点ちょっと嬉しいですね、そういうのもあってほしいなと思ってたんですよ。新車なんでね、フレーバーもともと美味しいんで配分だけさ。なるほどね。美味しいフレーバーがより美味しくなるように。はい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 。おおっと、ちょっとハロウィンっぽい。え、なに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 。おお、ちょっとなんか新しい試みが、新しいボスがみたいな見えますけどもね。え、そして天候もいらないか。おお、おいしそう。今回どうですか？まあ、なんか俺最近カクテルがちょっと多かったんで、はい、簡単に言うとスイーツですね。まあ、王道っすね。王道っすね。カイジと萌えのが吸い出し始めました。いいね。どうですか萌えのさんは。あ、いいね。完成。はいね、入れて完成です。カイジ完成。はい、出来上がりました。あれはちょっと儀式みたいになってる。急に思いついてハロウィンなんだって。いや、お前なんでこれ。長距離のバスとか良さそう。はい、じゃあトップバッターは、はい、
おい、タイトル、せーの、アップルボビング。アップルボビング、あ、なんだっけ、ボビング、おー、めちゃめちゃ美味しい。使ってるフレーバーがベクラウドのレッドアップル、アルファヘルのダブルアップル、ツーアップル、トライヘクタの TKO、 マサジのハニー。ハロウィンってその向こう本場だとかぼちゃと同じぐらいリンゴがなんか大事な存在っていうか、らしくて、アス自体をイメージしたのはあのキャンディーアップル、まあ、リンゴはメニュー。なるほど。をなんかハロウィンの時に作って食べるらしくて、そうなんだ。そう、アップルボビングっていう遊びがあるらしくて、うん、水にリンゴを浮かべて、うん、口で変えて取るみたいな遊びらしい。競争的な。そう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 。日本のさ夏祭りでもリンゴ飴ってあるんですよ。パリサクみたいなリンゴ飴なんだけど、そうじゃなくてちょっとほっくり甘い感じのリンゴ飴をイメージして、TKO の。ナッツ感とかチョコレートで、はい、あったかみのある甘さみたいな、はいはいはい、ストロベリーシロップボトルにしたんです。ストロベリーシロップボトルなんだ。そうなんです。なるほど。ちょっと楽しげな色にするのと、お砂糖のベタっとした甘さみたいなのをちょっと足したくて、はい、なるほどね。初挑戦シロップボトルにしてみました。リンゴ飴っていうとあの去年のヤスが作ったやつ、全然味が違うっていうか、こうなんか構成が違うの、成分が違うのかな。これもね、まあまあそうなんですけど。何を言ってるの。始まった始まった。ちゃんとすごいリンゴ飴で、そのベタっとしたのがそのダブルアップルの甘さと多分このシロップボトルの甘さがうまく合わさって、このリンゴ飴っぽさっていうのをベタっとした甘さすごいね作られてて、使ってるフレーバー聞いてなんかもう、ね、はい、甘ったるい感じが結構気になる。なんかダブルアップルのね、癖のある部分もね、うまく消化してて、全然ダブルアップル苦手な人でもすごい。そうそう、それでやっぱダブルアップルって苦手な人多いから、うん、美味しく吸ってほしいなと思って。はいはいはい、なるほど、ね。使ってみました。どう、ほっくりしてる？あ、うん、ほっくりもね、ちょっとするんですよ。あ、で、ほっくりなのレッドアップルか。うん、なるほどね。あ、なんか全部のフレーバーにちゃんと意図を感じますね。じゃあその意図を一個ずつ言ってもらっていいですか？あ、そっか。まあ、まとめると美味しいですね。次、はい、カイジ直球でいきます。はい、トリックオアトリートです。おー、はい、はい、なるほど。まあ、使ったフレーバーなんですけど、デクラウドのアーモンド、ドザジのマーシャル、TikTok のオールナイト、パンプキンスパイス、ボトルはカシスボトル入れました。アルコールの方ですね。まず味、最初はうおってこうカシスがぶわってくるんです。あ、確かにね。その後抜けていく香りにちょっとお菓子っぽさとか、あー、なるほど、アーモンドのちょっとこう香ばしさみたいな、はいはいはい、吸ってる時の感覚と抜けていく時の味の感じが、まあ、2個楽しめるかなと。そういうなんか二面性みたいなものを表現したかなですね。でマーシャルがオレンジチョコ、なんかオレンジとカシスでなんかちょっとフルーツ、楽しげなフルーツのポップな感じのイメージ、はいはいはい、アルコールボトルにしたのはほんのり香るアルコール感みたいのがいたずら心じゃないけど、なんかそういうイメージでお酒にしてみました。こう最初に結構こうアルコールっぽさっていうのに、それがやっぱトリックでかぼちゃの中に入ってる流しみたいな感じがして、 それがトリート、トリートっていう感じで、表現の仕方は面白い。じゃあトリック&トリートだね。まあまあまあ、まあどっちかなっていう、その一回この、どっちも来るでしょ。でもなんか良くないですか。そういうハロウィンがあっても良くないですか。毎回ネガキャンするから。そうですね、すごい。いや、まあどっかでもいいかも。いいかも。一言でまとめると、美味しい。やっぱそのね、表現の仕方やっぱりこう面白いですね。トリック&トリック&トリート。言えないよ。トリック2つ。もうずっと言えない、トリック&トリックで。いただきまーす。洋風なリンゴ。そうですね。あ、面白いね。カシスのアルコールの感じ、最後にアーモンドが、ちょっと残るのが、おのずとやっぱハロウィン感。最初の2台どっちともすごい、テーマとのね親和性高いし、ね、自分たちのタイトルと味の付きもすごい強い。後発の数に吸い出し始まりましたね。すごい狙い通り
お、じゃあこれは2位だわ。もうね、ちょっと被ったかなと思ったんですよ、全員2人と。ボトルの色的に色的にね、なぜ赤だったのかっていうのは後ほど喋るんですけど、はいはいはい、ほう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 、いい感じでござんすか。そうだね、あいつもうちょっと強くても良かったかなと思うけど、はい、ちょっと強すぎるとまた狙ったとことも変わってくるから、それぐらいでいいんじゃないかな。プルー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 プル。はい、じゃあ後半2台出来上がりまして、はい、タイトル、はい、イチジク姫とヴァンパイアの武道会。何それ何それ、かわいい。ほう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 、使ったフレーバーがドザジのペア、はい、デクラードストロベリー、はい、トロイのアイスバナナ、はい、ファンタジアのロゼワイン、あで、ボトルがハイビスカスティーですね、と氷を入れてアイスボトルにしてます。ハロウィンの起源が、はい、まあ、秋の収穫物を祝うっていうところから来てると言われてまして、はい、イチジクが秋の旬のフルーツなんですね、うん、でフレーバーにあんまりないなと思って、まずそれを再現しようと思ったところから始まって、まあ、ハロウィンだからコスプレする人とか結構ヴァンパイアとか多いよなみたいな、チトってイチジクも赤だし、まあ、2人が結構赤系のボトルだったんで、うん、なんかそういうヴァンパイア寄りで来るのかなって思ったら意外と違かったので、後味すっきりさせるために、うん、まあ、アイスボトルとあのアイスバナナでちょっと清涼感で、まあ、吸いやすくした感じですね。うん、確かにイチジクっぽい、よくイチジクってドライフルーツで出るじゃないですか、うん、あのイチジクじゃなくてイメージはちょっとフレッシュな、うん、フレッシュですね、イチジクのイメージ、使ったフレーバーでいうと結構甘くなりそうだなってイメージなんですけど、めちゃめちゃこう爽やかな。でもハイディスカスボトルこんなうまく使ったの初めて知りました。まあ元のね、お茶自体は酸味が強いんです。そこと、まあ、ペアの酸味が一軸感情からだ。姫が姫が姫が楽しいミックスですね。まあ一言でもまとめると美味しいですね。味しめてるやん。次、はい、タイトルが、スパイシーパンプキンガトーショコラです。美味しそう。想像しやすい。使ったフレーバーがドザジのパンプキンケーキ、はい、ドザジのネスクイックリ、はい、ソーシャルのシナモンロール、ナヤリナのコニャックを下に入れて、結構気をつけたのが、はい、ネスクイックリが出すぎると嫌だった。ググってパンプキンガトーショコラを見てたの。あ、あるんですよ、ね、あるんだけど意外とチョコの色してないの、はい、そっちをちょっと作りたかった。なるほどね。まあ、チョコチョコしたくなかった。はいはいはい、吸った感じの味からイメージしたのすごいピッとしました。スパイスピリピリくる感じがあって、パンプキンケーキめちゃめちゃ好きなの。ガチガチ王道で、いや、ガチガチの王道で攻めてみました。はい、まあ、なんかいろいろ言いたいことがあるんですけど、まとめると美味しいです。4回目やな。いろいろのとこ聞きたい。結構毎年のようにパンプキンケーキ食べるの好きで、ピッタですよね、ハンパロウ。これ見たらもうケーキも良くなりますよ、これ。みんなで吸いましょうのコーナー。イエーイ。普通のソフトシール。スイーツはマジで思ったより清涼感。ロゼワインなし。ロゼワイン結構多いっすね。むしろ一回ロゼワインなしっすって。イチジクとして、イチジク姫のお色直し、お色直し、イチジクの中のあの種のところね。確かに。どうやってこんなんでイチジクに思いつくの？煽ってた。なめてる。反対にさ、パンプキンケーキよりパンプキン味がさ、うん、出てる。なんだろう。かぼちゃの種のポスターも感じそう。めっちゃうまい。え？甘さしっかりあるけど。新色の子ね、面白い。なんなら若干最初フローラルみたいな。うん、決めた。結果発表。一人でやるのに、いるのいる。愛嬌出てます。タイトルで言ってた。言っとけ。タイトル。せーの。アップルボビング。俺は言うのかな。おなじみのみたいな。じゃあま
ず2位から発表させていただきたいと思います。10月のおすすめ第2位はベンベンベンパンプキンガトーショコラです。へースパイシーな。ああ、ありがとうございます。やべ、俺も2位ホルダーなんだと。王道で攻めてくれて、スパイス感からこうちゃんと出るこのパンプキン感、うん、しっかりそのガトーショコラっぽさってのも分かりましたし、かぼちゃの種が入ってる感じも出てるっていうのがこう面白さと美味しさで結構楽しかったですね。これよりもっと僕結構楽しい、うん、面白いなって思ったのがあったんで、これ2位っていう形になりました。ありがとうございます。非常に面白かったです。ありがとうございます。じゃあ10月のおすすめ新車第1位はベン、ベン、ベン、アップルボビング、ボビング。めちゃめちゃ美味しくて、みんなも吸ってて感想言ってた通り、こう前のリンゴ飴と全然違って、こうちょっと洋風な感じ、面白いなって思ったのが、そのまあアップルボビングっていう五感も楽しくていいし、こうなんかハロウィンを楽しもうみたいなのあってるし、こうやっぱダブルアップル使ってこの完成度っていうか楽しさってのをすごい改めて思わせてくれたミックスだったってところで1位でございます。もうダブルアップ面白い、うん、面白いですね。ここ2つも外すのすごいね、苦しいんですけど、数にいいのはイチジクっぽさ、新しいし美味しそうと思ったんですけど、こう自分だけでのそのテーマとのマッチングとかで言うと2つの2人の方が上だったかなってところでちょっと外してもらいました。カイジのは本当にトリックとお菓子っぽいトリートってのがすごい面白くて、完成度とかで言うと入賞した2人のがこう高かったなっていう。いやでもね、これねちょっと議論考察難しいんですよね。なんで選んだかっていうのすごい理由が出てくるんですよ。なんで落としたかって言われると説明が難しいくらい結構悩まして、ありがとうございました。というわけでね、10月はスパイシー、あ、いやスパイシーパンプキンガトーショコラとアップルボビングです。ありがとうございます。応援してください。私からご褒美が、おっ、イエーイ、リング後にね、この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ハッピーハロウィン、グリーンズハロウィン楽しもう。10月のおすすめ新車選手権優勝おめでとうございますということで、なんかうちがお世話になってるよくカルディっていうお店ありまして、ありがとうございます。いただきます。どうぞ。え、すごい、だらーん、お、かわいい。お菓子がしかもいっぱい入ってる。モンスターズキャンディー、え、かわいい。かぼちゃ、いや、すげー、めっちゃお菓子詰め合わせだ、嬉しい。ハロウィンお菓子詰め合わせですね。イエイ。チョコヒレおかしくつもりやそれ食うつもりや。ありがとうございます。おめでとう。また来月もお楽しみにということで、はい、ハッピーハロウィーン。